里見公園、ここが近道なんでね、こちら、ここから入れると。ここですか。うわ、階段長っ。てか公園とは思う、階段長っ、ね、え、これが公園、人目、公園っておかしくない、これ、やばい、人目につかなすぎない。うん、さあ行きましょう、行きましょう。最後その感じきたわ。何、やばいのある、なんか、いや、もうね、歩けばわかる、あの、やばいところの気配。公園だよ。1個前がちょっとね、不思議な場所だったため、あ、ちょっとより怖いです。これちょっとマジでやばいな。やばい、なんかもうやばいよね、得体の知れない恐怖がやばい。もうなんか行っちゃいけない感じするもんだって、もう。マジ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 するよね。川柳これ なんだ、水なのか、水っぽいな、あ、水場か。うわ、トイレ近い、もう目の前だ。うわ、これまずいな、ついてないもん、ね、もう早いなトイレ、まずいな、行きたくね、トイレっぽいな。え、窓あるかな、あそこだね、見極めポイント、あれがトイレだ、トイレか。でもまだなんかあれだよね、やばい部分に俺は入ってないよね。そうだね、なんかまだ公園っぽいみたいな、うん、石を見つけちゃったらもうだいぶやばいと思う。完全にトイレだ、でも。来た。何号館なんだこれ。2号トイレって書いてある。公園とは思えないな、不気味だね。ちゃんとした公園だね、でも。こういうなんかちゃんと椅子とか。夜泣き石どこだろうね。お題、なんとか記念、まあ当然読めない。大気の話でビビるな。いや、ビビるよ、そりゃ。昼でも見えるんですよ、だって。相当怨念強いでしょ、うん、怨念がまずもう2個あるし、でも絶対やばいもん、うんうん、活動時間じゃないんだけど動いてんだから。なんか初めて納得した、なんか怨念とかある方がやばいっていう、あの1個前の学校のやつ、あ、ね、そうだね、あそこに何もなすぎて、うん、やっぱもうやばい気を感じるもん。そう、噂が出るってことは、うん、やっぱちゃんとやばいんだなっていう、うんうん、バラバラじゃないからね、同じ話題が出てるわけだからね。そう、なんかちょいちょいさ、こうやって木に巻いてあるよね。そう、わら、これがなんか不思議、お祓いみたいな、うん、これトイレ、あれトイレじゃん、トイレ、これが第一だ。うわ、第一だ。あれ、第一、ここじゃない、ちょっとさ、そう、まだ墓地にたどり着いてないってことは、俺らはまだ深いところに来てないんだよ。うん、来てない、来てない、来てない。こんだけ歩いて、あれなんだ、この柵の内側なんだ、どれ、この柵の内側何があるんだ、あ、違うってこと、そう、この柵の向こう側、何、いや、こっちは別に何もないかな、これ、何これ、何で閉めるの、公園でしょ、ここ、うん、閉めるのでもね、うん、ここにある。で、ワンチャン俺、なんか墓地のなんか寺院系かなと思ったんだけど、違う、待って、でもあそこに墓地あるよ、え、ある、多分奥に墓地ある、あれ墓地じゃない、奥、あ、っぽいかも、見えねえか、確かにぽいぞ、うん、なんかめっちゃ墓地っぽい、墓地っぽい、うん、遊具とか見るのも何なんだよ、俺。確かに。全然。ああいう系がいいだよね。そう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 。てか、マジ、あの像にいちいちビビらされる。うわ、あるぞ、なんか。本当だ。まだに、まだ上に行ってんだよ。ここに階段があります、まだ。続く。やばいやつだね、やばい、もう嫌な予感しかしない、嫌な予感、どうせ当たんだろうな、うん、これもうなんかそろそろ夜泣き石出てくんだろうな、うん、もう広っ、なんかトイレだ、え、マジ、トイレ、え、あった、あった、やばいやばいやばい、あった、大輝が言ってたと、待って、ここあれだあれだあれだ、え、そうそうそう、待ってみたくない、そう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 、あれです、あれです、絶対あれですね、あ、やばい、一旦離れません、
絶対あれだ。待って、やばいわ。絶対あれだよ。やばい、ちょっと待って、トイレ近いわ。絶対あれだよ。あれだな。顔が映ったとされるトイレですね、あれが。うわ、やべ。マジで気持ち悪い。やばいわ、これ。あなた、あなたです。うわ。待って、待って。うわ。待って。どうした？なんか違うな。ここだけもうあの公園から逸れてるんですよ。そうだね、うん、裏道みたいな、うん、で一箇所だけなぜかトイレあるんですよ。てかおかしいね、場所が。このトイレが一番買うと近くに通過変な僕気づいた。やばいってそれは。やばいよね。だってもうすぐそこ川だよ。だってバラバラになります。怨念ついてます。捨てられます。これ一番要するに近いわけでね。ここに顔が現れるんだったらそれもまあ確かに一番納得できる。確かにクソ近いな。あの鳥マジやばい。いや本当にやばいと思う。だってこう来たけど借金の俺が聞いてるし、女の声聞いてるし。てか俺はもうあそこで写真撮ったけど大丈夫かな。見てみる、見てみるか。俺も撮ってよ。ありがとうございます。おかしくない？普通におかしくない。そんなの映らんくね。え、普通にそんなおかしくない。何それ、なんか映ってる。おかしい。何これ。そう、あれ違う。うわ、待って、どれ。うわ、しかこれなんだ。見えねえぞ、見えねえ、俺見えねえ。ちょっと、いやいやいや、奥の石。それ、それ、それ、それ全然これ行きます。それでしょ。あ、あ、石。あれ石でしょ。あれでしょ。まずい、まずい。うわ、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 この場所がやばい。俺ら今一番やばい場所にいるってことでしょ。そう、ね、俺ら自然と止まった場所がそこで一番やばい場所に止まったんですよ。もうやばくね、マジで。トイレからもう一生なんか変な気配が消えない。わかる、わかる。何か、何かおかしいな、トイレで。なんか見ちゃう、俺トイレの。わかるわかるわかる、おかしく。これ本当わかってほしい、うん、まあね、一個前の見てくれればわかると思います、うん、もう僕ら正直なリアクションしかしてません。はい。いや、完全に着信音と言います。マジで、俺全然聞こえなかったみたいな。いや、逆にテンパったのよ。聞こえるわけないじゃん、こんなところで着信音、うん、するわけない。そこがね、トイレですね。はい。で、はい、行きましょうか。はい。行きましょう。もう怖いって。絶対やばいよ。うわ、絶対これだ。あ、夜泣きこれだ。もう書いてるわ。これ鍵ないやん。次のトイレやばいだろ。トイレ多分ね、本当にやばいと思うよ。本当にやばい。ガチでレベル違う。ガチで怖っ。広すぎ、うん、広いし、もう公園で一番怖い、うん、あそこ光ってるの。うわ、あった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 。あれじゃない、どれ。あのオレンジ色の。絶対このトイレやばいやん。絶対やばいでしょ。絶対やばいよ。はい、ぼやけてる、ぼやけてる、ぼやけてる。うわ、一番近いトイレ、川から。もうすぐ後ろが川。もう川、やばい。バレた。ガチソンだ。 0.1 でバレた。早かったな。めっちゃ早かったね。バレたね。反射速度半端なかった。誰あれやったやつと。
どんどんって。翔太です。翔太です。はい、裁判起こしまーす。計画犯です。あ、計画犯。計画犯。共犯？共犯？共犯さ、あいつ。あいつ共犯。あいつでも喋んねえ。あいつ共犯。あいつ共犯。